北口西国分寺駅は東京都国分寺市西国学房2丁目にある東日本旅客鉄道の駅である。駅番号は中央線が JC17、武蔵野線が JM33。中央本線と武蔵野線の2路線が乗り入れ、中央本線を当駅の所属線としている。中央本線は当駅を含む区間は、運行系統上は中央線と案内される。 運転形態の詳細については、該当記事を参照のこと。東京高尾間の中央線の駅では最も新しい駅である。もともと中央線には西国分寺駅は設置されていなかったが、武蔵野線開通に伴い乗り換えの便を図るために設置された。西国分寺という駅名ではあるが、駅自体は国分寺市の中央部に位置する。中央線部分は、 相対式ホーム2面2線を有する地上駅である。ホームは掘割り部分にあり、その上部に京上駅舎を有する。駅本屋の建設は鹿島建設が担当した。中央線の複々線化を考慮し、掘割りは十分な幅を持って、ホームの改修により、島式ホーム2面4線として機能するようになっている。当初は開業時から2面4線の予定であったが、 取得予定地で立ち退き拒否があり、二面二線での開駅を強いられた。2013年現在は、福福線用地に店舗が設置されている。また、駅ホームの手前、国立寄りの中央線上り線路側の掘割斜面には、JR 東日本の文字が示された植え込みがある。武蔵野線部分は、中央線と直行し、相対式ホーム二面二線を有する高架駅である。 他に、上り線と下り線の間に対比線を持つ。ホームは、駅舎よりもやや高い位置にあり、駅舎から4番線へは、上り階段で、直接、3番線へは、線路の下をくぐる連絡通路、あるいは中央線のホームを経由して接続する。武蔵野線あたり、駅西船橋方、小平トンネル内で、国立支線の線路が分岐するが、 国立支線は東駅北西方向の地下を通過しており、主に貨物列車が通過する。国立支線は第二種鉄道事業者である日本貨物鉄道が新小平駅国立駅間に営業記録を設定している。駅舎は中央線掘割の上、武蔵野線の西側にあり、掘割北側と南側を結ぶ自由通路を有する。改札は1箇所であり、 4機の自動改札機が設置されている。北口側に緑の窓口と指定席券売機が設置されている。2011年6月14日に JR 東日本はエスカレーターやエレベーターといったバリアフリー設備の整備、改札口付近のリニューアル、駅構内店舗のリニューアル、新設などの駅改良工事を行うことを発表した。これらは二千十二年九月十三日より、 共用開始されている。直営駅であり、管理駅として、武蔵野線の新古平駅を管理下に置いている。国分寺市からの要望により、2017年3月4日に、発車メロディを、同詞ゆかりの楽曲に変更している。中央線ホームには、国分寺市で半生を過ごした、作曲家の新寺、清の作品である、一番聖見つけた、武蔵野線ホームには、同詞の鹿である、 国分寺市の歌をアレンジしたものが採用されている。1番線と3番線の音源は、スイッチの制作で、編曲は、福島直也が手掛けた。2番線と4番線では、市が制作した音源を使用している。かつての発車メロディ中央線ホームでは、五感工房、武蔵野線ホームでは、東洋メディアリンクス制作のメロディを使用していた。2011年10月11日に、 ウェスタン町の駅ビルが完成し、夏季の4店舗が先行オープンした。そして、2012年9月13日に、ノノは西国分寺として、グランドをオープンし、夏季の16店舗が新たに入居した。2018年9月13日にはコンコース街2階の駅中フードゾーンを、ノノはテーブルとしてリニューアルした。二千十九年二月十六日にミスタードーナツが閉店。 跡地に、同年6月7日、ジャック・イン・ザ・ドーナツがオープンした。なお、駅ビルが建設される以前は、コンコース改札内に松竹林のた非常設で各地の、物産品コーナー、2番線ホームに照明写真コーナー、4番線ホームに重サーバーハニーズバー、改札外コンコースに、ビューアルって、山梨中央銀行 ATM、コインロッカーが設置されていたが、駅ビル新設により閉店。 撤去された2020年度の1日平均乗車人員は22,063人で、ある。規制の市街地に駅を設置したのではなく、武蔵野線と中央線の乗り換えの便を図るために、駅が開設されたという遠隔から、改札を通る乗車人数は、中央線快速の24駅の中では、日野駅、高尾駅に次いで3番目に少ない。 中央線と武蔵野線との乗り換え客は多いが、中央線は快速と各駅停車のみの停車である。なお、武蔵野線内では25駅中、第10位であった。近年の1日平均乗車人員の推移は、下表の通り。武蔵野線貨物支線は、JR 東日本の所属であるが、独立した線区として扱っていない。したがって、 旅客列車は当駅経由の扱いとなり、旅客運賃は当駅経由の営業キ路で計算する。JR 時刻表では、武蔵野号の一部に当駅通貨のマークが入っているが、実際には、八王子駅発着の列車が当駅北西方向の地下を通過する、この貨物支線を経由するため、当該列車を当駅で見ることはできない。一方、JR 貨物では独自の線区としており、 その営業キロ数で貨物運賃は計算される。南口ロータリー協乗駅舎からほぼ平面で南北出口につながっている。両側ともにロータリーを有するが、北口側はごく小さくタクシー乗り場や多少の商店があるのみである。南側はバスタクシー乗り場を有する南口前ロータリーを中心として商店やマンションが並ぶ。ただし、 1970年代に開設されたことから、昔ながらの商店街はなく、中央線の他の駅と比較して規模は小さい。府中街道を挟んだ、駅南東部は大規模に再開発がなされ、高層住宅が立ち並ぶ。その他は、府中街道、多岐久保通り沿いに、多少の商店がある。注釈出店報道発表資料新聞記事。ありがとうございます。